こんばんは、ゆずあんずです。今日もエージェントへやっていこうと思います。昨日がですね、4章が終わったところで、今日5章からということになります。では、早速やっていきます。追い打ち、第5章、追い打ちですね。では、ああ、ジェットパックがぶつかってきて、鉄塔、電波塔をめちゃめちゃにしたところで終わってますね。では、早速、これ多分調べるんじゃないかな。ジェットパックは大丈夫か？派手にぶつかったが。全然平気そうだけどな。これまた押せってことかな。ポチッ。あ、まただ。どっか行った。どこへ行ったのかはジェリーの見知る。あ、ここに紙があるのと、これなんだ。あ、ネジじゃなくて、バネ。ゼンマイ。なるほどね。じゃあ、あとは特に何もない感じですかね。ふと見られるものは、このレーダーも昔は最新だった。この古い塔には少しばかり損傷がある。ここら辺とかも特に、もう用はない感じですね。うん。エージェント B にメッセージが届いたことを願う。では、早速、青い紙をくっつけに戻ります。戻る。最後の1枚ですね。で、これを持っていくと、番号が765720。あ、ゴリオさん、こんばんは。エージェントユーズ。ありがとうございます。こんばんは。今日多分決着がつくんじゃないかなと思います。クルルヤクさん、こんばんは。今日、ルビーとの決着がつくと思いますので、一緒に謎解き脱出よろしくお願いします。では、5番のワードが分かったので、5番は確か、なんか、そこだな、なんか、銃の練習してるとこの横っちょにあった気がするので、ここかな？ここですよね。で、ここの、これだ、5番。ここに、ハッキングソフト入れて、76、微妙な操作が難しい。5720、572、ゼロ。せつなさん、こんばんは。頑張ります。せつなさんも協力よろしくお願いします。ということで、レベル5承認が OK になりましたね。そして、これは、弾がないから、今は撃てない。レベル5っていうとですよ。その前に、ごめんなさい。行けてない場所があるんですよね。この扉が壊れてたとこ。ここです。ここ。ここ、バネがビヨーンってなってるので、これを入れれば治るんじゃないかな。あ、やっぱり。これで、アクセスコード。これ、これは、あの絵画で2枚目に印がしてあったやつですよね。メモってるんですよ。昨日メモってるので、ここと、ここ縦3つと、
違う。色が出てるってことは色か。色を見ないといけないんだ。ってことはですよ。結構戻らないといけない。さらにこっちかな？あったあった、これだ。これで、色。ここが、青。青と、それからこっち。この緑でしょ？緑と、縦だったから、オレンジと、紫。それから、ここの下二つなんだよね。だから赤と水色。1,2,3,4,5。この6色ですね。よし。じゃあこれを、この先か。2階。地下1階か。2階じゃないや。地下1階。Please enter access code. はい、アクセスコード。赤と、紫と、オレンジと、水色、緑、青。Welcome back, Agent LaRouche. Initiating anti-gravity device. Please wait. Activated. Ready for inspection. これは、ハートの鍵。あのガジェット担当者クビにしてやろう。なんだ、誰のこと言ってる。これ取りたいけど、何かはめ込む感じですね。ダイヤの何かをはめ込む感じですね。まだ取れない。取れないので。じゃあもうこのまま、この地下2階行ってみます。わっ。ここは、よいしょ。ちょっと待ってくださいね。失礼しました。咳がちょっとひどくてですね、ちょっとお聞き苦しくて申し訳ないです。ここポチ。なるほど。とんがり山さん、こんばんは。破壊神。いろんな名前がついているぞ。エージェント、またの名は破壊神です。よろしくお願いします。これ、なんと、そういうこと？こう来て、これでいいのか。爆破犯爆破いろんな名前が、どれも物騒な名前だな。あ、これで行ったんじゃないかな。えい。OK です。隠し扉。あとはこれ。これですよ。これ、2番、レベル2の部屋に、この絵がありましたよね。昨日メモっておいたんですよ。なので、丸が、黒丸の場所が、ここ、こことここと、それから、6つかな ?1,2,3,4,5。6つ飛ばしたここと、1つ飛んでここ、1つ飛んでここ。1,2,3,4,5。この5つだったんですけど、これこうやって押すわけではないっぽいな。こういうこと。どうしよう。これで、違うの？一番内側、ここでしょ？そういうこと？行ったり来たり。行ったり来たりするのか。わー、これ間違えてるよね、絶対。ずれてた。でも、合ってるのは合ってるな。待って。
ました。1、2、3、4つ、5つ目か。あ、ダメダメ、間違えた間違えた。違う違う。先に右行って、で、わあ、どうしよう。あ、間違えた間違えた、早すぎた。もう間違えてるからいい。緊張する。こうタイミングゲーは苦手なんですよね。よいしょ。で、ここで、この、できた！よかった！あ、来ました。金庫室。うわ、すごいな。これ、ここチカチカしてる。こう、えい。なるほど。なんかいっぱい出てきた。あ、ありがとうございます。こっちから、あ、これ防弾チョッキなんじゃないかな。ありがとうございます。これ、ルビーがある。ダイヤの形した。ルビーだよね、多分ね。あとは、これなんだ？これ。あ、これ、マシンガンの弾。あとは、まあ、これロケットランチャーとかあるんだ。すごいな。クッキーの瓶。なるほど。ここはもうないな。あとはこっちかな。あ、ここになんかある。あ、これで鍵が全部揃ったんじゃないかな。あとは、ここら辺は、ないな。すごい武器。これは、バールのようなものじゃないか。そして、あとは、大したものはない。んで、これなんだ？わからない。わからない。これは何か見ないと、どこかに何かあるはずですね。今わかんないや。じゃあ、ここはこれでいい。そして、地下行った方がいい？先に、ちょっと、先に、ちょっとはめて、これにはめて、スペードの鍵、そして、うちのハートの鍵を、えい。これで、うわ、ここにあんじゃん。わー、なるほど。これをちょっと、メモさせてください。あ、写メでもいいかな。まあいいや、メモしよう。果てしないぞ、こりゃ。1、2、3、こう来て、で、1、2、3、で、ここ隣が一緒。一つ飛んで、ここ。で、二つ、一つ飛んで、一番下。一番上、三つ行って、一つ飛んで、よし。これで、OK。んで、この部屋にもちょっと用があるので、これですよ、これ。これに、マガジンを取り付ける。それ！どうだ！ゆっくり溜めたけど、うわぁ！ハボックは最高のおもちゃを揃えているな。あれ？特に何かあるわけで、ここが開くとか？ん？そういうわけじゃないんだ。他に何を撃てるかな？何か置くってことかな。とりあえず今は持ってない感じなので、ちょっと戻ります。そしたら、
さっきの金庫、金庫の奥に、これこれこれを、ですね、123、ここか、間違えてる、こうでしょ、で、こう来て、こう、間違えた、こうでしょ、そして、こう来て、こう、そして、ここは違うから、ここが、こう、間違えたよ、こうなって、こう、そして、ここは一番下だった。で、ここが一番上で、三つ来て、一つ飛んでこう。できた！なんだ、仰々しいものが出てきましたが。あー、鍵がいるんだな。バールで開けるとか。ダメだ、びくともしない。なるほど。じゃあ、鍵を探せってことですね。よし、じゃあこの地下。うわぁ。これは。さて、こっち、まずちょっとこっち行ってみます。これなんだ？あー、これの五重の塔の模様ですよね。なるほどな。ここは、下の向こうに何かあるんですけど、下がたくさんあって絡まってるからどうにもできない。ってことは刃物をどっかで探せるってことですね。これ何か落ちてる？あ、なんだこれ。あー、燃料ホース。なるほど。んで？ん？ちょっと待って。この滝の後ろ色が変わってるけど、あ、扉があるのか。重くて動かない。なるほど、何かすれば開くってことですね。あとはボートがある。ボート、これ普通に運転席、操縦席。え、燃料積んでおかないなんて無謀なスパイだな。ってこと、あ、戻っちゃった。燃料積んでないの？空っぽなの？ここちょっと開けてみる。空なのか。じゃあ使えない。で、これは我が相棒なんだ、どういうことだ。ってことは燃料も探さないといけないってことか。こっち、あーっと、鳥さんがいますよ。鳥さん、はい、上の方に鳥がいる。そこからルビーの潜水艦が見えないだろうか。ってことはそこに行かなきゃいけないってことですね。うん。で、これ何かぶら下がってる。届かない。落とす方法があるはずだ。これ、届かない。届かないんですね。これは？ただの古い木。ここは何だ？あー、これ何かあるぞ。ん？あー！ジェリー缶。これで、ここの中に残ってんじゃないのかな？ここの中にあるんじゃないですか？これをこう入れれば。やっぱり！そしたら、ここに入れる。あ、これで入ったの？入った。入ったら、まずはボートに燃料入れる。ここに燃料を入れる。これ、あれ？入った？入ってない？なぜ？あれ？こうしないと入んない。あれ？どうして入んないの？まだダメなの？どういうこと？
なんかフラグが立ってないとかそういうことなんだろうか。え？え、普通に、ポートに燃料がない。燃料で満たされたジェリカン。あ、ホースがいるってこと？そんなことないよね。このままトクトクトクってつん、あ、入れちゃダメなの？パイプ？さっきのホースのことですよね。これいるんだろうか。これ外せるのかな。取れないんですよね。取れない。何かフラグ私、見せてないのかな。あー、困ったな。うん、今ね、ホースのところちょっと、触ってみたんですけど、全然、動かないんですよね。から、どうも違うっぽい。違うっぽいんですよ。なぜだ？前もなんかフラグ立ってないからってありましたよね、確か。おかしいな。燃料切れだ。でしょ？燃料切れで、こう開けたでしょ？そして、これを、あ、なんだこれ、どういうこと？入れられたんですけど、燃料切れだっていう文句が出てから、燃料を継ぐっていう風にしないと入らないってことかもしれない。なんてこと。前もあった気がする、こういうの。私のスパイとしての勘が囁いている？待って、じゃあ上陸してとりあえず、すぐ手前。謎、本当ですね。あ、なんかある。あ、これは五重の塔みたいなやつの一番上にくっつくものじゃないかな。あとはこっち側には行かれない。何もなさそう。リスト松ぼっくりだけ。待て、あれはラッコじゃないか。いや、気のせいだ。ラッコなんかいるの？そんな北？ここ。今度こっち。あ、何かある。これ瓶だな。これは、ん？ここ、お宝だろうか。ここ、掘れワンワンですね。ここ、パッテン。石が3つあるとこの真ん中を掘れってことかな。よし、覚えとかないといけない。あとは、あ、カニ？カニなんか見えないけど。あとはないか。特に。岩場が多い。火山島かな。で、こっちまで来たから、今度は真ん中。真ん中行って、こっち側ちょっと行ってみる？あ、箱があるじゃん。あ、鍵見つけました。鍵。あとはない。お、あー、この画面になったけど、特に何もないな。この後ろに何か、あ、何もないですね。しょうがない。じゃあ、ドア。なるほど。鍵を開けないといけない。これですね。あれ？これを。これで、開いた。上がっていきます。あ、スコップあるじゃないですか。スコップ。これはゲットですね。砂掘らないといけないから。これはいる。そして、箱は特に何もない。これは？引っかかってしまう。引っかかってしまう。あ、もみじさんこんばんは。今日多分ルビーと決着がつくと思います。よければゆっくりしてってください。ここ何かある？これは？バッテリー。バッテリー？あ、空っぽなんだ。赤いのが一つついてるから空っぽなんですね。ってことは使えない。これ上がらないと。これで上に上がるんだろうと思うんですけど。うん。これあるからな。今バッテリー取ってるからね。動かないんですけど。古いケーブルが持ってくれたらいいが。これなんだろう。上に箱があるがどうやって取ればいいんだ。ってことは、ここを調べないといけないってことですね。あとは、充電済みのバッテリーが必要。ここは？
箱、特に箱何もない。この窓、素晴らしい潮の香りだ。カニに柿。カニに柿か。柿じゃないな。柿。じゃあ、とりあえず今ここできることはないから、まず戻って砂浜を掘りましょう。ここ掘れワンワンですよ。何が出てくるかな？なんか、素敵なお宝が出てくるんだろうか。ここ。ここでしたよね。あ、近づけない、これ以上。これで。ん？何かある。あ、箱。錆びついて開かない。無理やり叩き壊して開けろ。なんとかして無理やり叩き壊して開ける。あー、なるほどね。ここはまあ今どうにもならないから、これ取れないんだよな。じゃあ、戻りますね。戻って、とりあえず充電しないといけないから、バッテリーを。どうしようかな。こっち。まずは1階に戻って、この部屋ですね。ここで、確かこれ充電器だったと思うんだよな。これ。これに、あ、充電。これ、さあ、これもしかしてここで打つんじゃない？打って壊して開けるってことなんじゃないかな。あ、やっぱりそうだ。それで、打つべし。ゆっくり飛ぶな。丈夫だな。鍵が開くだけで穴開かないんだ。すごい。なんだこれ。マチェット。なるほどね。これでツタを切れってことですね。他には何も入ってないのかな。もうないんだね。なるほど。では、そう、簡単に開きましたね。しかもあの箱壊れてないんですよ。すごい丈夫。鍵だけが外れた。あ、もう充電フルになってますね。じゃあこれを持って行くんだけど、まあいいか。先にとにかく島行きたい。島の灯台行きたい。スナイパーに転職。もういっぱいいっぱい名前があってどうしよう。名前がたくさんある。ありすぎて。二つなどころの騒ぎじゃないです。いっぱいある。ここをマチェットで切る。狙撃手。いっぱいあるな、本当に。あ、これだ。エージェントでしょ？爆破犯だったっけかな？そして破壊神でしょ？そして狙撃手。いっぱいある。どれも物騒、なんか。これをはめるものを見つけてこないといけないね。さて。じゃあ、ボートに乗って、出発。本当ですよ。いろんな職に転職してます。どうしよう。なんか、何でも屋になれるかもしれないですね、私。橋を爆破したことは忘れず。あれ、そう、私、そうなんですよね。そうなんですよ。あれは、あれで、あの爆破がね、止められると思って私スイッチをしたんですけど、実は起爆スイッチだった。ルビーに騙されたんですよ。これで上上がるんでしょ？これ。あれ？違うの？ん？あ、引っ張り続けろ。例えば、あー、そういうことか。あ、止まる？あ、止まった。これ触りたかった。ああ、ロープ見つけた。なるほどね。じゃあこれでまた、相棒はロケットですか。さて、来ましたよ。ここなんだ？これなんだ？ランタンがありますね。必要ない。人参が好きだから嫁が効くんだ。なるほどね。ビタミン A はしっかりとってるよってことです。これはドクロの鍵ゲット。いやもうここにあるじゃん、ドクロの
鍵、ここ、ここにはめなさいってことですね。これ開いたんで、あ、これか、これをさっきのとこにはめるんですね、きっと。もちろんから、海賊が酒を残すわけがない。このつぶらな瞳で何かを探り出してやる。まずは毛むくじゃらな足だ。あ、雲のこと言ってるんだな。なるほどね。あ、待って。これ何？これなんだ。旅行に行く計画でもあったのか？これは？特にない。レバーがあるから引いてみる。うん。はしごが下に降りましたね、今。え、上がる？あー、もう動かないですね。そうか。これ長靴。サイズ14。私のエレガントな足には大きすぎる。ただのゴミ。この箱は？古い箱が一つあるだけ。椅子。ない。これ。これ、チェーンがかかってるんだけど、残念ながら怒りの拳でもぶち破れない。まあそうだろうな。これ？ダメだ。びくともしない。これ欲しいなぁ。なんか、これ。スパナあるんだけどな。欲しいなぁ。でも今は取れない。今は取れない。そして、双眼鏡がある。えい。この目はここから何を見ていたんだろうか。これは？これなんだ？高級な紅茶を。あ、マグカップなのか。で、これ。あ、日記だなぁ。あ、閉じちゃった。10月22日、最後に船が近づいてきてからもう数ヶ月になる。ここ、ホギーロックでの暮らしは味気ない。だが、今日は美しいクジラの群れを間近で見れた。26日、湾の向こうに奇妙な女がいた。怪しげな挙動だった。先週この女が恐ろしい武器のテストをしていたのを見ている。関わり合いにならない方が良さそうだ。ルビーのことだな。双眼鏡でこの謎の女を見ていたが、彼女の家の近くの彫像が何かの鍵になっているらしく、それをテストしていた。面白い仕掛けだ。あー、これか。五重の塔の、これのことかもしれない。私は急いで彼女が持っていたものを写し取った。これで仕掛けが解けるはずだ。彼女は何を隠しているのだろうか。うわ、これは、これをメモするのはちょっと難しいので、ちょっと文明の利器借りてもいいかな。これ、ちょっと、ポチってさせてください。パチ。これは無理。パチ。よし。シャメしちゃいました。そして次。これだ。私は彼女の島に忍び込み、何か隠されているか見てくるつもりだ。ポチ。ああ、もうない。灯台森が戻ってくることはなかった。ってことは、ルビーに返り討ちにあったってことだ。そうか。なるほどね。なるほど。まあ、これも、シャメしたのでね、もう大丈夫。そうなんだな。ルビーの隠れ家。彼女はここでエージェント B を捕まえるための計画を練っている。うん。仕方ないですね。ありがとうございます。そう言っていただけると助かる。助かります。さすがにメモするにしてはちょっと、あれはきつすぎた。ここは、あ、一緒だな。これで、さっきはしごが降りたのこっちなん、あ、やっぱり降りてる。あー、これ、あ、ここ。ってことはですよ。閉じたってことは、閉じたってことは見ろってことですよ。つまりね。閉じたってことは見ろってこと。あるよ。これ。これ、待ってください。5、13、4、9、12。これ、これ、
五重の塔の数字なんじゃないかな。さっき数字があって、で、これマークを覚えていけば、写メなくても大丈夫なのかもしれない。ちょっと、上でちょっともう一回上上がって、写真撮ったけど一応、ズルはしないっていう感じで。これでいいんじゃない？これで、5つぐらいなら書けるから、5はこれでしょ？ 5 はこれだから、こうなって、こうなって下に丸がある。これが5。で、次13。13が一番上だから、こうなってて、4。4が、4は一番、あ、これか。4が、これで下に丸があって、チューリップみたいな感じ。そして、次が9。9がその上だから、こうなって丸か。で、最後が12。12上から2つ目だから、よし。これで間違ってたら、写メを見る。ということで、これだとズルしたことにはならないから、いいかなと思う。よし。まあ、それにしても、パーツがまだ一つしかないので、パーツを探さないといけないんですけど、まず先にこっち行こう。ここに一つはめちゃいますね。これをはめる。なんだかトゥームレイドなゲームをしている気分になってきた。しかし、まずはもう一本だ。トゥームレイド。なんか聞いたことのある。だな。あとは、ロープでしょ？ロープでしょ？ここにね、行きたいんですよ。ここ。ここに行きたいんです。ここからルビーの潜水艦が見えないだろうかって言ってるから、多分ここに行くんだと思うんですよね。そして、この上。昨日も言いましたけど、あからさまにフックだよねって言ったと思うんですけど、そこ、ここ、あるので、ここにロープを結んで、この下に降りるんだと思うんですよ。なので、そこに行きます。よいしょ。一回戻って、よし、外出て、これね、これ。これ一つはめちゃおう。ついた。まだ足りない。で、こっち行くんだよね。ここ、ここ。これですよ。ここに、もうちょっと近寄れるかな。あ、近寄れた。これで、これを、えい。そういうことだよね。で、降りていく。あ、これ網が引っかかってたやつだな。これで下に落ちましたね。鳥さん、めっちゃ泣いてる。あ！今、ルビーが宝石ありましたよね。これ、クレイジーな鳥。ギュンターって、おじさんの名前がギュンターっていう。ちょっと、ギュンターさん。あー、それ取りたい。取れない。ギュンターはちょっとバカっぽいなとか失礼なこと書いてあるんで。取れないなぁ。あ、どうやって彼を巣から引っ張り出そうか。なるほどな。今どうにもなんないな。そうか。あ、それは取りに行かなきゃいけないから覚えとかないといけない。で、今落ちたものをちょっとチェックしに行きますね。これで、あ、地下1階じゃないよ。間違えた。あ、ここ来たんだったらついでに。間違えてきちゃったので、ついでに。これをくっつけときます。Gem detected. 残り4 remaining. です。Gem detected. 残り3 remaining.
レベーターに乗って、地下2階に行きます。よし、そして、出る。さてさてなんですが、ここに落ちているはず。あるある。これなんだ？あれ？近寄れない。あー、近寄った。あー、これだ。これそうなんじゃない？あー、そうですね。もう一つのパーツ。これは？網も取れますね。はー、漁に使う網なんだ。ただの古木。よし、じゃあ、これをはめて、数字と記号を合わせます。地上。ここに出て、さあ、これを、えい。なるほどね。なるほどね。動くのか、これ。こういうことね。この下が、やっぱ12。この記号12でしたから、ここは動かないから、これに合わせるんだよね。こっちじゃなくて、こっちですね。ってことは次、この上9だったから、9は、これ。この模様でした。で、次が4。4は、あら、ちょっと待って。この模様だった。そして、13。13が、どれだ？あ、これでしたね。そして、5。5は、どれだっけ？あ、これだ、これだ。これですね。え、違うの？あれ？違うの？動かないな。あれ？どうして？またこれ。なぜ？間違えてる？いや、合ってるよね。動かないよね。上から順番にやらなきゃいけないとかそういうこと？まさか、そんなバカな。え？あれ？ 13 だったよね。5、13、4、9、12だったよ。で、これだったでしょ？で、4はこのマークだった。でしょ？なぜ？またセリフ聞いてないからとかそういうことかな。あれ？あれ？なんかのフラグ立ててないのかな。え、何も。あれ？どうしよう。ちょっと待ってくださいよ。一旦ちょっと、これ、ちょっと遠ざかって、もう一回。え、そんなバカな、フラグちゃんと立てられないな、私。でしょ？何も言わないですよね。あれ？間違えちゃったのかな？いや、もうだってこれで。あ、これは違う。あれ？おかしい。これは動かないな。数字これで合ってるはずなのにな、記号も。マジですか、これ。あれ？間違えてる？もう一回ちょっとボート乗って、行ってみるしかないかな。わー、そもそもの数字は間違えてる可能性もありますよね。5、13、4、9、12だったと思うんだけど。なんてこと。あれ？これを、もしかして、ここ、これを見ない。あ、開いてるじゃん。開いてる。ちゃんと。これ。何にも音がしなかったような気がしたけど、何かカチとかさ、何か、こう、カシャとか、セリフが出るとか、あっても良さそうなもんだと思うんですけど、なかったですよね。何にも、あれ。何にもなかったぞ。
無反応だったのに開いてる。どういうこと？何でもなかったですよね。まあいいや、とりあえずゲットできたのでいいです。ということはですよ。これであと、3つか。3つ目だから、あと2つ。そして、ここもないし、ここ行かれないんだよね、これ。ここは多分、あのメダルをはめるとここが動くんだと思うんですよ。まさかバールってことはないはずだし。だから、ってことは、鳥さんにも動いてもらわないといけない。この鳥さんに動いてもらう。鳥。網とか網、でも、ちょっとかわいそうだけど。でも網かけて、動けないところ、ちょっとかわいそうだけどな、でも。他に何か方法があるかな。魚。漁をする網。ここか。この下ですよね。これでしょ。これ欲しいんだよね。どうかな。えい。やめた方がいい。ああ、そうか。なるほどね。やっぱそういうかわいそうなことしちゃいけないって出てますね。そうか。ってことは、この子をここから移動させたいってことか。どうしたらいいかな。びっくりさせるとか。いや、かわいそうだから、やめとこう。巣をちょっといじるとかダメ？ダメか。違うか。魚の網。漁の網。違うんだよね。ダメって言うから、違うんだな。使い方が違うんだな。下にちょっと降りましょう。下に降りる。そうだな。あの魚、魚じゃない。魚？鳥さんをおびき寄せる。魚の網。魚と、これで漁をすればいいんじゃない？ほら。魚の網、漁の網だから、しょっぱい。ここにフックがあるし。魚。やっぱり。これで、とりあえず、乗れば、あら？行かないの？なんで？こうしろってこと？あ、これで走って、あ、戻ればいいんじゃないかな。戻りましょう。あ、お魚取れてるじゃん。これで、こういうことだ。魚。それで、上に持って行っちゃうと巣のとこで食べてしまうので、どの辺に、気がつかせないといけないから、臭い魚？この辺に置く？えい。あ、違うの？どこに置いたらいい？この辺？あ、食べてるんだ。食べてる。てか、食べれてる？ちゃんと。つっついてるだけなんじゃないかな？これ食べれてますか？ちゃんと。まあいいや。なんかつっついてるだけのような気もするけど。食べているんです、きっとね。そして、これで、ゲットできる。これで、これを降りる。これで、これしかないのか。他にない。あー、そうか。じゃあ、これでもまだ一つ足りないんですよね、多分。
ここかな。いや、違う。ここじゃない。地下1階だ。ここですよね。Gem detected. Two remaining. Gem detected. あと一つ。One remaining. バールが残ってるんだよな。いやいや、これはダメだよね。どっちにしたって。はめなきゃどうにもならない。バールの使い道よな。最初、これ、グラグラしてたような気がするんだよな。やっぱり。重さはすごいある。重そうなタイプは、これ。最初触ったとき、グラグラしてるなーって。これ?これ使う?これで、えい。当たりですよ。これ。見つけた。よし、これで。これでもういいんじゃん?ありがとうございます。なんでグラグラしてるんだろうって思ったんですよね、あれ。最初見つけたとき。Gem detected. 会場シークエンス。あ、鍵。あ、これ。あのなんか、仰々しい何かオブジェみたいな。金庫室か。金庫室の。金庫室の。これこれ。これですよ。これ。これの鍵。えい。うわぁ、これだけ?これが出てきただけなんだ。なんだか、なんか、こんな仰々しくする必要があるのかな?まあ、いっか。厳重、それだけ大事なってことなんだ。きっと。絶対見つかっちゃいけない。あ、食べてる。まだ食べてた。見つかっちゃいけないものなんだ、きっとね。ここに、肩透かし感。確かにね。あ、回った。うわ!なんと、これは、ちょっと待ってくださいね。これ真ん中も動くのか。もう外側からやっていく感じ?ああ、こんな感じかな。あ、こういう感じだな。こう来て。あ、これで合ってるかな?こうだよね、多分。んで、違うな。こうか。あ、なんか、これで合ってるのか。こうか。じゃあ、他は、あ、こっちかな。いや、太さが違うから、こっちだな、きっと。あ、合ってる合ってる。こうだね。すんごいなんか、あ、こう合ってる合ってる。間の抜けた声が出てしまった。これで、あ、これで外周は揃ったんじゃないかな。んで、こうでしょ?ここ合ってるよね。で、あ、違うぞ?あれ?ん?あれ、なんか違う気がする。けど、まあいいや。で、これで、こうでしょ?でも、こっかは合ってるんだよな。繋がってる。ここも繋がった。真ん中。どっか違うんだな。どこが違う?どこが違うかな?違う?これか。ここが違うんだ。あれ?なんか、ってことは、これも違う?いや、これは合ってるでしょ。ここが違うの?
こういうこと？あれ、ここはでもずれてる気がするな。これでも全然違うな。でもこうでしょう。ここ違うんだ。あ、こうか。開きました。じゃーん。見つけましたよ、潜水艦。そして、ここに。ボルトカッター。これでさっきのチェーンが切れますね。ありがとうございます。そして、他にないかな？ちょっとこっち行けるのかな？行けないな。この穴がある。なんだ？多分ルビーの隠れ家のすぐ下。なるほどね。前世は名探偵。いや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 。いや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 。ああ、これ。これ、スパナで開けるんだ、きっと。なるほどね。スパナで開けないといけない。これは、このガラスは厚くて割れそうにない。つまり、これで殴っても開かない。だから、さっきの灯台に行って、チェーンをカットして、スパナを持ってくる。ですね。で、それ。これ、網つけたまま行っちゃった。また魚取れちゃうんじゃないかな。これ、上がるでしょう。そして、上。さて、着きました。ここですよ。これこれ。これを切る。ガチャコン。で、スパナ。これ何？これめっちゃなんかあからさまに。あ、取れた。やっぱりね。なんか取ってくださいって言わんばかりに色が違ってたから。そういうことだよね。これチェーン持っていくとかないよね。切った鎖。何もないね。よし。あ、オールとかは関係ないの？オール。さっき調べてない。あー。6メートルもある巨大なクラーケンを倒すのに使われたと刻印されている。へえ、そうなんだ。これは？噴泉を期待する。カジキマグロかな、これ。でっかいな。こんなものなのかな？私あんまり、魚釣りとかやらないのでわからないんですけど。よし、これで、戻る。えい。わあ、魚。なるほどね。ちゃんと魚取ってきて、ギュンターが持ってきました。これで、こう、開ける。よし、これで開ける。ああ、何かが抜けている。これをつけるんでしょ。回す？あ、これ燃料を空にしてるんだ。あ、そういうことね。エージェント B のところにたどり着けるといいな。え、でもこれさ、これ乗って海の中で動かなくなっちゃったりとかするわけでしょう。それはちょっとかわいそうな。じゃないの？あ、あ、来た、来た、来た。Are you coming, Onyx? No? Ah, fine. あ、気がついた。Agent A? What? You are alive? Impossible. わ、危ない。It's too late to stop us now. あ、行っちゃった。早っ。遅すぎるというが、ははその空き缶でどこまで行けるか拝見しようじゃないか。出口みたいだな。彼女を逃がさないようにしないと。なるほど、追っかけるのね。あー、行っちゃった。え、でも動かなくなるよね、自分。あ、ほら。This cannot be.
bad have you done, Agent A? でもな、たくさん殺してるからなんかの。In a spot of bother, Agent LaRouge. お困りかな、Agent LaRouge. Not to worry. Havoc here to clean up your mess yet again. 不始末を片付けるためにハボックが来てくれた。Just get on with it. え、じゃあ逃げられちゃうじゃん。逃げられちゃう。 A nice try, Agent A. But once again, I have outdone you. 今回もあなたの負け。マジですか。え、考えろ。これ何これ。これもしかしてジェットパック急げって、ちょっと待って。待って、スイッチ押せって言うんでしょ。えい。頑張れジェットパック。行け。てか行ってくれんの？すごいな。こんな有能なジェットパックある？すごい。これはさすがにジェリージェットパック、つまりエージェント A が逆転する。ルビー、あの逃げ道を壊せ。誘導装置、彼女はいつも注目を集めたいと思っていたのだろう。いい旅をルビー・ラ・ルージュ。これなくなったのかな。あー、捕まえてどっか出すってことはできなかったのかな、警察とかに。でもエージェントだからさ、殺しちゃったの。殺しちゃったのか、まあ、ちょっと複雑な気持ちだな。あ、でもたくさん仲間がね、彼女に殺されてるんですよね。エージェント C、D、E だったかな、なんか3人か4人殺されてるんですよね。とはいえですよ。なんかちょっとな。私も殺されそうになったしね。Very clever, Agent A. 賢いじゃないか、エージェント A。実に賢い。うわ、裏切り者。I suppose I can't blame you. 君は責められないだろう。You were only doing what I taught you to do. 君は私が教えた通りにやっただけだ。Of course, もちろん、Havoc could do with an agent of your caliber. We certainly have a few positions to fill now. Thanks to you. ああ、そうか。What do you say? ルビーがいなくなったからか。Care to join your old boss? え、とんでもない。絶対行かない。ふははじゃないよ。ムカつく笑い方するな。あ、切れた。どうしたの？あ、オニクス。あ、オニクス首振ってる。行っちゃいけないって言ってるんだ、きっと。え、オニクス、こんな優しくしてくれるんだね。近いうちにチーフに会う予感がする？腹が減ったのかい、猫さん。え、続編があるのかな。スパイなんかやってたら腹が減るな。そうだろ、魚は好きだろ。運よく手に入る場所がなかった。あー、ここお家、電波塔もある。ただクレイジーな鳥がいるのが難点だが。なるほどね。ところでこのイカれた隠れ家のキッチンはどこなんだ。そう、キッチンなかった。わー、やりましたよ。決着つけました。クリアしました。やった。え、続編が出るのかな。またチーフに会いそうな気がするんだと思って。エージェント A が言っていたので。あ、ありがとうございます。続編が出たんだ、出るんだったらやってみたいですよね。そして、エージェント B がどうなったのか。知りたいですよね。どうなったんだろう。無事に、あ、でもルビーが行ってないから、ありがとうございます。ルビーが行ってないから多分ルビーは大丈夫だと思うんですけど、どうなんだろう。あ、新年さん、はじめまして。はい、見ていただいてたみたいですね。ありがとうございます。なんだ、エージェント A からメッセージが来ています。エージェント B、 こちらエージェント A だ。チーフはダブルスパイだ。君は非常な危険にさらされている。あ、この人がエージェント B。 なんか素敵な方だな。賢そうな素敵な人だ。なるほどね。
なんかあるんですかね。どうなんだろう。エージェント B とか出るんですかね、次。すごい気になるけど、もうないんですよね。そっか。はい、ということで、無事に彼女との、そうですね、続編が気になりますね。ルビー・ラ・ルージュとの決着をつけましてね、先ほどのエージェント B 救うことができたみたいです。ただ、裏切り者っていうかダブルスパイだったチーフが多分まだエージェント B のことも、エージェント A のことも狙ってると思うので、この終わり方で言うと、なんとなく続編期待したいなって感じですけど、いや、面白かったですね。全5章。全5章。とっても面白かったです。そして、謎解きもそんなに難しくなかったっていうか、難しくなかったっていうとあれですけど、間違わせようとするような、そういうものがほとんどなくて、ミスリードあんまなかったので、これはこれ、これはこれみたいな感じで、順々に見つけて使っていけば、最終的にクリアできるっていう感じだったですね。特に理不尽な使い方もなかったような気がするし、うん、これはすごく、遊びやすい脱出パズルで、しかもストーリーもあって、なかなか面白かったです。うん。ルビー死んじゃったのか。そっか。なんかちょっとね、この方を殺してしまったのが、ちょっと、なんかこう、なんかすごく罪悪感あるんですけど、まあ仕方がないよね、仕方がないよね。スパイってそういうものなのかもしれない。はい。ということで、無事にエージェント A クリアすることができました。時間もね、ちょうど1時間ってところなので、これでね、今日は終わりにしようと思います。続編で生きて出てくる？本当ですか？わ、それもちょっと期待したいですね。生きて、出てきてくれると、ちょっと嬉しいかもしれない。いろいろあったけど、なんとなく、なんかこう、いいじゃないですか、このやりとりが。なんか、ライバル同士みたいな感じで。続編ちょっと期待しながら今日は終わりにしようと思います。ということで、皆様どうぞ、良い夢を。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。今日終わりにします。失礼いたします。面白かった。おやすみなさい。